今日は寝坊しちゃったなあ、あいつも見てる占い見られなかったああだめだ、気になって仕方ない、どうしようあ、そっか自分で作っちゃえばいいんだよし、できたみんなも私が作った占いコンテンツを作ってみませんかそれでは準備をします今日は Google コラボラトリーを使って プログラムを作ってみましょう。使うものはなんとコンピューター1台だけです。Google コラボラトリーを使うには Web ブ,ブラウザで次のように検索してみましょう。準備はできましたかまず概要欄のスライドやワークシートのリンクからサンプルプログラムをコピーペーストしましょう。 では、この8行のプログラムを読み解いていきましょう。最初に、このプログラムに使う機能のリクエスト、r e q u e s t JSON, DateTime というモジュールを選びます。次に、日付のデータと占い API の設定を行います。Web API とは、インターネット上で情報をリクエストし、それに応じた情報を受け取るためのシステムのことです。 最後にプリントで表示させます。つまりこのプログラムはインターネット上にあるサーバー上の星座ごとの占いのデータを Web API を使用してリクエストし、レスポンスを受け取って表示するという仕組みということです。次にその他の占いの結果としていろいろと追加してみましょう。今回はラッキーカラーやラッキーアイテムで考えてみましょう。 まずはラッキーカラーからやってみましょうよし、できた実行…と…あれうまくいかないなちょっといいですか<ん>おや i と J のスペルが間違えていませんかプログラミングでは よくあるミスなんですけれども次からはしっかり確認してくださいねありがとうございますそれでは続きをやりましょうその他の結果も追加できましたかそれではこの占いコンテンツを身近な人が喜んで使えるという 問題解決にチャレンジしましょう。そうだなぁ。友達、親、兄弟。今回は友達にしましょう。ここで友達を占いで元気にしようという課題を設定します。私は星座名やラッキーカラーの表示の方法を変えてみました。皆さんもやってみましょう。 うーん、ラッキーカラーの表示以外に画像も表示させられませんかなるほど面白そうですね挑戦してみます今回は総合運が3以上だったら画像も追加させてみましょう4行目にこのようなプログラムを追加します15行目から「もし何々ならば」 の IF のプログラムや画像に関する URL を追加します。次に表示させる画像の設定をしましょう。画像に関する URL はこのようになります。ID イコールの後に ID& 拡張子になります。スライドの例に沿って ID と拡張紙の部分を入力してみましょうこの方法は先ほどの占い結果を API で表示させる方法と同様の仕組みですちなみに好きな画像を Google ドライブに入れておけばお気に入りの画像を表示させることができます詳しくはワークシートを見てください皆さん上手にできましたかそれでは最後です 占いコンテンツをさらに充実させるための星座名を入力するプログラムと今日の日付を表示するプログラムです。ワークシートを見て挑戦してみてください。今回は占いプログラムを作ってみました。他にもプログラムを作れるようになるためにはプログラムの構造には型があることを知っておくと便利です。サンプルプログラムでは モジュールの指示から結果を表示させるところまでは順番に命令を処理していました。この構造を順次と言います。一方、カスタマイズした占いコンテンツのプログラムや操作性を向上させたプログラムは、IF を入れ条件に応じて処理が変わるようになっています。この構造を分岐と言います。 二つの構造の違いが分かりましたかちなみに、今回は取り扱いませんでしたが、命令を繰り返す反復の構造もあります。他の動画でぜひ学んでください。振り返りです。ネットワークを利用した双方向性のあるプログラムを Web API を使って実現しましたね。さらに、画像などのメディアを追加してコンテンツを工夫することができました。 これからもネットワークを利用した双方向性のあるプログラムを使って問題解決をしていきましょうみんなならできます頑張れ